5月11日東京都渋谷区恵比寿にてファンミーファンフェスに参加させていただくことが決まりました。チケットは、4月24日まで発売となっております。この件でいっぱい私と触れ合うことができたりとか、私私物をプレゼントしたり、私のサインだとか写真だったりとか一緒に撮ることができたりするので、ぜひ皆さん参加お待ちしております。詳しい概要に関しましては概要欄に記載させていただくのと、あとインスタグラム X の方でもリンク貼ってあるので、よかったら見てみてください。というわけでまっちゃんをぜひ会いに来ていただきたいです。お待ちしてます。やだどうも、まつちゃんです。こんばんは。アンチ多すぎる。アンチが湧いてる。最近アンチが湧いてるよ。なんか、そんなアンチたちに、まぁ、ちょっと、やり返し、なんかもう言われてばっかりだと、こっちも、なんか、はぁって思うだけって終わっちゃうっていう、仕返しができないなっていうのがちょっと悔しくって、まぁ、今回は、まぁ、公開処刑してやってやろうかなって思って、レイジーハウスの方も TikTok があって、そのレイジーハウスのね、動画のコメント、大体私のアンチなの。私に対するもう本当にアンチばっかりなの。だから、今回はそのレイジーハウスに来てたアンチを、この野郎って、グーパンチしてやろうっていう企画になっております。じゃあ、早速やっていきましょう。それで、レッツは、ゴーイ！はい、ということで、もう本当ね、ひどい！よくないよ！この動画に対してです。286件。たくさん来てます、コメント。ありがとうございます。まつちゃんって男だったんだって、もうほんとコメントよく来ます。まあ、ないよ、ないんですよ。もうない、もうないの別に。おないのないんだけど、男じゃないの全部容姿でさ、決めつけないよって、この前動画出したからよかったら見て。まっちゃんって正直男受けあんまり良くなさそうよね。意外とね、そうでもね、最近ないのかなって自覚してきました。意外とね、男性がね、結構、ファンの方多かったりとかするし、視聴者数も意外とね、ウィンウィンなんですよね。女性も男性もなんか両方見てくれるって感じなんで、静かな人たちには結構ウケないタイプかな。静かな人たちから見たら、いるじゃん、一軍女子が騒いでるのを嫌がる三軍女子みたいな感じ。だから、どこにでも属するタイプ。まっちゃんまたフケたってめっちゃ言われるんですよ。フケたってめっちゃ言われんの。すごい言われんの、私ね。角度も、光の当たりも全部超重要人物。ふけたふけてないとか言うけど、こんなに見て肌綺麗なの私。こんな肌綺麗でこんなツヤツヤでさ、ふけたっていうあなたに一個言わせてもらっていいですか？眼科紹介しましょうか！本当に名古屋駅のね、駅前の眼科めっちゃいい。ブス以外は働けない決まりでもあるんですか？あなたのこと自分でめっちゃ可愛いとかめっちゃかっこいいと思ってるんですかーってお返しさせてもらっていいですかーって感じなんですけど。まず、鏡を自分で見た方がいいかなって思っていて、まあ、なんでかっていうと、その人の顔面、人の面に対して物事言えるっていうことは、あなたはさほどいい顔面してて、あなたはさぞ学校でファンがたくさんいてモテてるんでしょうねーって言いたいんですけど、まあ、このコメントが全て物語っているっていうか、もう完全に人の顔面言ってるって、あなたは私たちに嫉妬で狂ってるっていうことなんですよ。まずは本当に他人が他人の顔面に対してぐちぐち言ってるし、器が小さいなってめっちゃ思っているのと、だからまずちょっと自分の顔面まず出してから言ってみなっていうところありますね。おばさん店員なのこの店。あなたから見たらおばちゃんに見えるかもしれない。それが小学1年生とか書いてたら、マジババアに見えるかもしれないけど、あなたがこの年になった時クソじじいって言ってやろうかって感じ。あなたが私と同い年ぐらいになった時には、多分、あなたの方が老けて見えてるし、あなたの方が王子に見えてると思う。私がいかにどれだけ若作り頑張ってるかっていうのを気がついた方がいいと思う。あ、自分で言っちゃった。これ、胸隠してる意味ある？今、コンプライアンスあるからね。男性でも B チェックさん隠さないとコンプライアンス違反だからね。クラスに一人はいる。ブスでうるさいやつ。ありがとうございます。ブスでうるさいやつです。ブスっていうのは、まあ別にいいんですけど、なんかもうブスブス言われすぎたのでちょっと慣れてるんですけど、まあ結構めっちゃ申し訳ないんですけど、可愛い方かなとは思っているんです。個人的にね、個人的に、自分のことは自分で愛せなくて誰が愛すのーっていう感じなので、でもうるさいのもわかるんだけど、多分、この動画がみんな葬式みたいに、じゃあじゃんけんしますか、みたいな、みんながこの感じやったら、多分動画はバズって、ってないかなーって、はい、思っている感じの所存でございますが、逆に私がこのテンション上げ上げなことによって、私が目立っちゃって、私のコメントが増えていて、私にわざわざコメントをしてしまうということは、
あなたはもう手のひらのっていうことなんですよ。さっかり自覚しました。そろそろわかりました。多分もうみんなが多分一番期待してるんじゃないかなって、このコメントに対してどうなんだって。ドン、ひゃおひゃお、ばっか言われるの。めっちゃ言われる。本当に言われんねんけど。これね、すごく難しくって。これね、嫌だって言ったら、少々さんに失礼って言われるじゃん。似てるよって肯定したら、嫌なことに対して自分が肯定してるのも嫌って言っちゃったわ。嫌なの？だって似てないもん。それを肯定して、じゃあ、バズるのも分かってんの。それを真似したらバズるよねとか、みんなが言ってるからネタにしたらいいじゃんってオーナーにも言われたんだけど、それって自分が、認めたくないことを認めなきゃいけないっていう、なんか、プライドじゃないけど、なんだろう。嫌なのよ。なんか、わかるかな？伝わってほしいんだけど、自分が嫌だなって、無理だなって、絶対にしたくないよなっていうことを、認めなきゃいけないのって、結構勇気いるし、それをまた今後でもすごい言われるのは、結構嫌だなって個人的に思ってる人なので、真似をするつもりもないし、したくもないし、似てない。めっちゃ申し訳ないんだけど、ガチで似てないんで、よかったら来てもらって見て、もう直接見てもらったらわかるんじゃないかなって個人的に思います。本当に、マジで申し訳ないけど、ガチで似てないんだけど、なんで似てるって言われるかっていうのは、マジで思うの。おもながだからだと思う。多分同じおもながで、鼻がお互い長いのよ。長くって高いっていうのが、多分似てるって思われちゃう原因やのと思うねんけど、本当に申し訳ないねんけど、似てません。ガチで、私は私です。まつちゃんはまつちゃん、しょうしょうさんはしょうしょうさんなんで、それぞれに生きてる価値があって、輝きがあって、それぞれのいいところがあると思いますので、そこは違うなって、個人的に似てるって言われたりとかするのは、ちょっと個人的にすごいもともと苦手なタイプっていうか、苦手なので、あまり言わないでいただけるとすごい助かるなって思います。これはちょっとね、マジの反響が良かったらっていうか、もう個人的にちょっと昔からトラウマがあって、小さい頃のトラウマがあって、そういうのを、なんか自分が嫌だっていうことに対して、なんかいろいろあったので、もしなんかこれを詳しく聞きたければ、動画で良かったコメント欄で、詳しく教えてほしいですっていうのはちょっとコメント書いてもらったら出そうかなって思います。ちょっと重たくなっちゃうお話なので、あんまり出したくはないんですけど。似てないから！ということで、本当にたくさんのアンチが来ましたけど、たくさんおっぱいないとか、たくさんおっぱいないとか、たくさんブスとか、うるせえとか、黙れとか、シャオシャオさんとか言われたりとかしたんですけど。みんながコメント私が書きたくなっちゃうって理由ってさ、私がめちゃめちゃ目立っちゃってるっていう方だし、私の認知度がちょっとずつ増えてきた証拠ではあると思うので、逆にアンチってありがたいなって思うし、そのね、アンチのコメントするだけでも、なんか少しだけでもね、いろんな人に私っていうものを広めることができているのではないかなと思っております。むしろアンチの皆さんにはすごい感謝してる部分ではあるので、私のことをなんか金髪の人とかルージュの人だって思ってちょっとね見てもらえて、もし街中で会った時に、あの人みたいになったりとか、多分直接会ってもらった方が可愛く見えると思いますので、直接会ってもらえたら嬉しいなと思います。直接会ってから物事を直接目の前で言ってきてください。それではこちらの動画が良かったらいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、もいちゃんでした。バイバイ。